1992年12月10日、メリークリスマス。あやちゃん、元気ですか？手紙遅れてごめんね。今、一生では昔遊びをやっています。ポルトガルの学校ではやっているんですか？ぜひ教えてね。カズマサ。ママ。Pourquoi es-tu allée au Japon ? Ça, c'est une longue histoire. Je travaillais pour une firme japonaise. Oto-san, naze Nihon kara deru koto ni shita no ? Nihon kara deru?それはだね、日本は公害がいっぱいあってね、原発はいっぱいあるし、そういう場所からもっと静かな場所に移動したかったわけね。まさくん、お元気ですか？私は両親と一緒にコインブラという町の近くにある400年も古い農場に引っ越ししました。農場には長い間誰も住んでいないとても大きい家があります。ポルトガルは緑と自然が多くて平和な国です。日本の学校では今どうしてるの？いろいろ教えてね。さようなら、あやより。あやちゃん、お手紙ありがとう。この便り、残念で悲しいことだけど、和正くんのお父さん、お母さんが書いています。ごめんね。勝正のこと、いつまでも忘れないでいてくれてありがとう。